こんにちは everybody。 今日もですね、楽しくチェロキーの方一個一個見ていきましょう。前回はメロディーのリズムを借りてくるって言ったんですけど、今度はリズムに制限を置かないでメロディーに制限を置く、メロディーを吹いちゃうということですね。それを一個一個見ていきましょう。今日の動画最後まで見ていただけると、チェロキーまずはどうやって取っかかっていったらいいか、最初の第一歩踏み出せるようになると思うんでですね、特に初心者さん最後まで見ていただけると、ざっくりとしたアドリブのアイデアつかめるんではないかなと思いますのでですね、よかったら最後まで見ていってください。 Thank you。 はい、メロディーを吹くっていうのは、どういうことかって言いますと、まずチェロキーだとミーソラドーラーっていう、こっからここまでミーソラドーラーっていうのがあるとしたら、ちょっとこれをキュッと縮めてあげる感じですね。まあ、例えばですけど、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツーミーソラドーラーとかですね、まあ、ワン、ツー、ミーソラドーラーとかですね、まあ、とにかくちょっとキュッと縮めてあげる、それを散りばめていくっていう方法ですね、あるんでですね、これすごく簡単、絶対に合わないわけがないんでですね、アドリブとコードとですね、よかったら参考にしてみてください。それでは一つ一つ見ていきましょう。 Let's get it on。では一段ずつ見ていきましょう。4小節ずつ見ていきましょう。まずはミーソーラードーラーっていうメロディーなんで、このミーとソーとラーとドーとラーをちょっとキュッと縮めてあげる感じですね。早く吹きます。ミーソーラードーラーみたいな、ミーソーラードーラーみたいな、ワン、ツー、スリー、ミーソラン、ドーラみたいな、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ミーソラン、ドーラみたいな、ワン、ツー、ミーソラ、ドーラみたいな、ミーソラ、ドーラーラみたいな、ミーソラ、ドーラーラみたいな。では2段目ですね。2段目はメロディーはソーミーソーミーレーになりますんで、ソーとミーとソーとミーレーをキュッと縮めてあげる。ワン、ツー、スリー、フォー、ソーミーソーミーレーみたいな、ソミソミソミレみたいな、もっと縮めると、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ソミソミレみたいな、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ドレドレレみたいな、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリーで入るのも結構かっこいいんですね。ワン、ツー、スリー、ソミソミレみたいな感じですね。はい、3段目はドレミソミドになるんで、ドとレとミとソとミですね、の音を使ってドレミソミドいい音をちょっとキューッとしてあげる感じ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドレミソミドみたいな、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、ドレミソミドみたいな、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドレリドレリドみたいな、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドレミソミドみたいな、ちょっとシンコペーションみたいな、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドレミソミドみたいなですね。では一番カッコですね、
こいい音ラーンソーミーレーレーなんでラーソーミーレーレーをキュッと縮めてあげる。ラーソーミーレーみたいな、ラーソーミーレーレーみたいな、ワン・ツー・スリー・ラ・ラ・リ・レン、ワン・ツー・スリー・ラ・ソ・ミ・レン・レンみたいな、ラ・ソ・ラ・ソ・ミ・レン・レン・レンみたいな、2回ラ・ソが入る、ワン・ツー・スリー・ラ・ソ・ラ・ソ・ミみたいな、ミ・ソ・ミ・レン、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・ラ・ソ・ミ・レン・レンみたいな感じですね。はい、2番括弧最後ですね。2番括弧のメロディーはラーソーミードですね。ちょっとキュッと縮めてあげる。ラーソーミードみたいな感じですね。ラーソーミード、2回やるとラソラソが2回入るとラドラロリロ、この2回っていうパターンも結構あるんでですね、ぜひ使ってみてください。ラドラロリボみたいな、ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリーでいきましょうか。ワン・ツー・スリー・フォー、ワン・ツー・スリー、ラドラロリロ、この1、2、3、4、1、2、3とかですね、1、2、3、4、1とか入る、奇数から次偶数から入るのもよく出てくるんでですね、1、2、3、4、1から行ってみましょうか。1、2、3、4、1、ダラララリロみたいな感じですね。1、2、3、4、1ダロリロ、いかがだったでしょうか。このメロディーを崩して吹くのをですね、メロディーフェイクとか言ったりするんですけど、練習にも持ってこいですし、メロディーをマスターした後はまずはここから入っていく、アドリブしていくっていうのもおすすめですね。実践の方でもですね、特に1コーラス目2コーラス目みたいな序盤の方ではかなり使える技なんでですね、ぜひ難しいコードとかを抜きにして、メロディーをちょっとキュッと縮めたやつを散りばめてみるみたいな、そんなイメージでアドリブ取っていくとうまくいくことがよくあるんでですね、ぜひ参考にしてみてください。今日の動画良かったねと思っていただける方は、どうかいいねボタン、いるチャンネル登録の方、いるオンラインレッスンも随時受けたまわっておりますんでですね、よかったらご連絡くださいませ。それでは everybody thank you のありがちゅうです。 thank you のありがちゅう、 thank you thank you。Two steps.